聞かせるトレーニング講座94回目ですね。ちょっとただ黙々とバキュームをやってみたいと思います。これ疲れるんですね。やっぱドローイングダイエットっていうのはありかなと思いますね。もう汗かくぐらい疲れてきますからね。筋肉を動かすってことはインナーに限らず、まあ、アウターにしとやっぱり脂肪燃焼するなと思いますよね。最近は有酸素運動はあんまりやらないんですよね。まあ、痩せるかどうかはもう食事によってしか決まらないですからね。食事を抜くと筋肉が落ちるから筋トレをやるっていう感じで、まあ、有酸素運動やるよりはこういうふうな筋肉を動かしたまあダイエットの方が効果的であると、まあ、キャセルトレーニング的には思ってますね。まあ、メンバーさんでも有酸素運動よりはもう普段の生活で歩いたりする方がいいですよと言ってるんですよね。やっぱり皆さん忙しいですからね。筋トレやった上でこうジョギングをやりましたとか自転車で何十キロ行きましたとか、まあ私自転車時々乗るんですけども、まあ、日常生活の中で車ではなく歩いたり自転車に乗ったりですね、もしくは掃除を一生懸命やるとかですね、そういうので痩せていくのが一番じゃないかと思います。そうでもドレーニングローイングなんかもね、暇の時できますからですね。まあ、汗だくだくになって走るよりはこうやってね、寝る前にちょっとドローイングやったりするのが、まあ、ダイエット的にはうまくいく確率が強いんじゃないかと思っています。なぜかというと無理がないからですね、暇を見てやれますからですね。まあ、暇を見てヒンドゥースクワットでもいいし、まあ、空気椅子みたいな感じで筋肉を固める感じですね。こういうふうな感じで今痩せていきますから、まあ、カチカチダイエットってなりましたけどですね、こうやって筋肉を固めるっていうことは非常に、有効ですね。まあ、痩せるかどうかは食事ですけども、まあ、有酸素運動よりもこういうふうなふうに筋肉を動かした方が効率的だっていうのがエルビジンの考え方ですね。その一つがこのドローイングって感じで、ダイエットも筋トレもあんまり難しく考えないのでですね、自分が心地いいようなこう運動とか心地いいようなこう食事とかですね、そういうのを心がけた方がいいです。本当ドローイングって気持ちいいんですよね。まあ、瞑想に近いものがありますが、心落ち着く感じで、まあ、アルファーファーなんかが出てるんじゃないかと思うんですけどね、ちょっとでもイライラきた時はこういうふうにこうドローイングやると、まあ、ダイエットの方もうまくいくと思います。